日本長野県、上田市、崎山崎山は、長野県上田市の地名。未完成の完成塔で知られる前、山寺がある。潮の池付近より、塩、田平を見下ろす上田電鉄別所線、炎田町駅の南に位置する。北は、新町、十人、本郷、東は、古安蘇、南は、マリコ地域の平井、西は手塚に接する。南部は、ト子コさんと、 それに連なる山地となっている。そこから神戸川、塩の川がそれぞれ扇状地を形成しつつ北流し、山川へと注ぐ。山川は、長域の精鋭を北流し、手塚との境をなす。上流には手塚、野草にまたがってたくさん池があり、塩田平のため池群の水源となっている。東の神戸川筋に、東前山、西の塩の川筋に、 西崎山の集落がある。東前山には、三重島で知られる前、山寺があり、その奥の院である岩屋堂が、神戸川の水源地に混流され、信仰を集めた。延田城の城下町として発展し、現代では工場の進出も見せている。一方、西崎山は、塩の神社、中禅寺の門前町として発展。溜池の塩の池があり、稲作のほか 養産業で栄えた。川中島の戦い合戦地の地図。武田氏は、園田城を、品濃信仰の足掛かりとして重要視していた。2019年8月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。キノコ栽培地尾の池を利用した稲作のほか、江戸時代中期から養産業が広まった。幕末からは、産種製造業も見られるようになり、徳子山の山腹に、 三種保存用の風穴が作られた。1882年、前山銀行設立。昭和恐慌後、果物及び薬用人参の栽培が導入。昭和40年代以降、東前山ではブドウ、西崎山では薬用人参の栽培が広まる。兼業農家の増加もこの頃からである。1945年、現在のオルガンバリ株式会社が、 日本軍の命令を受けて、東京から、疎開、現在の先山一番地に本社及び工場を構えている。北部に、東前山バス停留所があり、上田バス、東延電線が運行されている。中部には、押出し、本町、宮本町、西先山、中原バス停留所があり、上田バス、東延電線が運行されている。この他延殿町駅方面から、 新州の鎌倉シャトルバスが運行されており、先山寺をはじめとする観光名所を巡回し、別所温泉方面へとつながっている。たくさん池の南方に梅の木峠があり、内村川流域へと通じているが、未整備、前山地見へと違いし、ありがとうございます。